皆さん、こんにちは、金鮭です。今日もドラゴンクエストで遊んでいきましょう。今日の動画内容です。ドラクエ1、4機種まとめてクリア、という内容でお届けします。このチャンネルでは、ドラゴンクエストの動画をお届けしていきます。人生は RPG だというあなた、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、早速動画をお届けしていきます。ドラクエ1を、ファミコン、スーパーファミコン、ゲームボーイ、スイッチ版の4機種で攻略します。いろいろなバージョンで、楽しんでいただけると思います。最後は、あの有名なシーンも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらはゲームボーイ版にある、オープニング映像です。勇者の子孫がラダトームの王様と会うシーンから始まります。竜王を倒し、光の玉を取り戻すのが旅の目的です。まずは城下町で装備を整えます。お金のやりくりが大変です。重要装備品、竜の鱗を購入します。フィールドを歩きます。モンスター出現、ドラクエのマスコットモンスター、スライムの登場です。ロトの洞窟へ向かいます。ドラクエ1の洞窟内は真っ暗。松明、もしくはレミーラの呪文を唱えて視界を確保しましょう。ちなみにこの洞窟ではモンスターは出現しません。松明を使っても、ファミコン版の視界の悪さは最悪です。目的の石板の前まで来ました。旅の進め方を教えてくれます。続いてガライの町へ向かいます。町人から歌のプレゼント。呪いの BGM が流れます。今の段階では、ガライの町でやることはありません。マイラの村へ向かいます。この村では、妖精の笛を拾うことができます。リムルダールの町へ行くために沼地の洞窟を通過します。ドラクエ1を代表するモンスター、メイダが登場。洞窟の中といえばこいつです。リムルダールへ到着。この町の目的は鍵を買うことです。
鍵を購入したら、ラダトームへ帰ります。構わず宝箱を物色しましょう。鍵を使って城の外周へ回り、ロトの洞窟の石板で示されていた賢者の一人と会話をします。太陽の石を入手。疲れて休む賢者のじいさん。早速タンスをさばくります。続いてサイドガライの町へ。鍵を使ってガライの墓へ向かいます。墓の奥で銀の盾ごとを入手。マイラの北西にある雨の祠へ向かいます。二人目の賢者のじいさんが盾ごとと引き換えに雨雲の杖をくれます。次は城塞都市、メルキドへ向かう。伝説の巨人が、町の侵入者を襲ってくる。マイラで拾った笛を吹いて寝かせます。今のうちに攻撃。起き上がった。もう一回眠らせよう。よし、暗い会心の一撃。撃破です。メルキド内で、バリアの向こう側にいる神官と会話。変なところに、いるんじゃねえよ。神官から聞いた場所へ向かい。ロトの印を入手。すごいところに落ちてますな。続いて、魔物に滅ぼされた町、ドムドーラへ向かう。悪魔の騎士が登場。
このモンスターを見ると、ドラゴンボールのウーロンを思い出すのは、私だけではないはず。ウーロンを撃破。ロトの鎧を入手。ちなみにファミコン版では、ロトの鎧は入手後、勝手に装備してます。太陽の石、雨雲の杖、ロトの印を持って、リムルダールの南の祠へ向かう。三人目の賢者のじいさんから、虹の雫をもらいます。リムルダールの西へ向かい、虹の雫を使います。橋がかかります。どけ、雑魚が。竜王の城へ到着。玉座の後ろから風を感じる。階段を発見。さあラストダンジョン。雑魚敵も強力な敵が出てきます。ロトの剣を入手。さあ装備は整った。さあ、いよいよ竜王戦。有名な、世界の半分をやろうイベントです。せっかくなので、世界の半分をいただきましょう。ゲームオーバーです。ファミコン版以外だと違う会話、違う展開になりますが、それはまた別の動画でお届けします。今度は真面目に戦います。回復魔法を使うラスボスはずるいと思う。撃破です。続いて第2形態。ここからが本番。なるべくこちらの HP は80以上をキープしたい。
撃破です。光の弾を取り戻しました。ラダトームへ戻ります。お気づきの方もいるかもしれませんが、ローラ姫を助けていません。とりあえず、エンディングをどうぞ。竜王を倒して、ラダトームに帰る前に、ローラ姫のところへ行きました。本来出てくるはずのドラゴンはいません。姫を抱っこして宿屋へ。残念、お楽しみイベント発生せず。抱っこしたまま、王様のところへ。ここで姫が定位置へ戻る。そして再び抱っこ。勇者がかわいそうなのでお楽しみさせてあげます。というわけで、今回の動画は以上となります。4つの機種で攻略、いかがでしたでしょうか。今後も、ドラゴンクエストの動画をお届けしていきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。